こんにちは、マトブログチャンネルです。今日は7月25日木曜日ですね。道の駅全国製本旅なんですけれども、全国の道の駅のスタンプラリーに参加してスタンプ全部集めて回ろうということをしています。それでですね、今日の話は、今僕のところ雷が鳴ってるんですけれども、雷についてお話をしたいと思います。夏場ですね、夏場に多発する雷なんですけれども、バイク乗ってる時はですね、雷鳴ってきたらすぐに屋内に避難した方がいいですね。その雷の威力なんですけれども、改めて、お話ししてみますね。雷の威力はですね、電圧数千万から1億ボルトに達するそうです。これは100ワットの電球90億個分に相当します。通常の一般家庭であれば約50日間の電力が賄えることになります。もう規模が大きくてよくわからないですね。1億ボルトということなんですね。すごいですね。そして雷1回で流れる電流は1000万から20万アンペア、1000から20万アンペアですね。もうアンペアの方も桁違いで、僕の方ちょっとわからないぐらいなんですけれども、具体的にはですね、こたつ1回の使用で10アンペアほどなので、大きい雷であれば一度に2万台のこたつを稼働することができる計算となるそうです。そしてですね、雷の温度約3万度に達するそうです。非常に高温ということで、恐ろしいですね。そして最後に、雷が稲妻として光っている時間は1000分の1秒だそうです。単体であれば肉眼で確認するのも難しいスピードなんですけれども、実際は一度に数十回の放電が起きているため、光っているのを確認することができるそうです。雷に打たれたりとかするとですね、大変もう命の危険ということになってしまうんですけれども、近くに落ちた雷による感電というのも、危険があります。そして火災のリスクもあります。屋外にいる場合ですね、雷は高い場所に落ちやすいため、木の下や開けた場所にいると非常に危険です。なのでバイクで走っている時ですね、木の下でちょっと避難しようとか、木の下に行ってしまうと、もしかすると雷落ちるかもしれませんので、木の下はちょっと雷鳴っている場合は避難するのを避けた方がいいですね。そしてですね、一番雷から身を守る方法なんですけれども、屋内に避難するということが一番です。頑丈な建物の中に避難しましょう。バイクの場合は本当に屋内に避難した方がいいです。そして金属製品に触れない。バイク金属製品なので、なんていうかな、光源ですね、光源とかは非常に危険な状態になりますね。そして低い姿勢を保ちましょう。屋外で避難場所がない場合はできるだけ低い姿勢を保ち、両足を揃えてしゃがみましょうということです。そして一番いいのは天気情報をチェックするということですね。雷が発生しやすい夏の時期には天気予報をこまめにチェックし、雷の予報があれば早めに行動を変更しましょう。僕ですね、バイクで出かけたりとかします。昨日もバイクで出かけて帰ってきたらいきなり雷が鳴ってですね、びっくりしたんですけれども、こまめにですね、天気の情報をチェックするっていうのが、屋外での活動重要となってくるようです。夏の雷の威力とその対策について今日はお話しさせていただきました。雷本当に危ないですからね。最近大雨と雷一気に発生することが多いので、十分に注意をしていきたいと思います。今日の放送もお聞きいただきありがとうございました。それではまた明日。